をご視聴いただきありがとうございます。高瀬俊介です。今回のテーマは、あなたが次に結ばれる人はあの人、イニシャルや特徴、そして結ばれる時期についてですね、今回はリーディングを通じて見ていきたいと思います。はい、まあ、いわば今回はですね、あなたが次に結ばれる人がどんな人なのかっていうことをですね、見ていこうと思うんですが、今回も3択リーディングでやっていきたいと思います。その前にですね、こちらのシンキングボールの音色で、まずはですね、皆さんの魂の浄化を図っていきたいと思います。まあ、シンキングボールにはネガティブなエネルギーであったり、心の壁をね、取り除いてくれる作用があるというふうに言われていますので、皆さんもリラックスした状態でお聞きいただければと思います。はい、では、まあ、深呼吸などしてですね、呼吸を整えていただきながらお聞きいただければなと思いますので、準備はよろしいでしょうか。はい、ではですね、早速今日も参りたいと思います。ではですね、早速リーディングに入っていきたいと思います。選択肢左からですね、 A、B、Cとさせていただいております。それぞれのカードについてお伝えしていくと、まずはですね、 A のカードです。ウィリングリリースというカードで、まあ、前向きにね、こうリリース、まあ、手放すっていうカードなんですけれども、まあ、カードが持つメッセージですね、については各選択肢の動画の中でお伝えしていきたいと思います。まあ、手放すだけじゃなくて解放とかもね、含まれているカードになっていますので、後ほどまたお伝えしていきたいと思います。はい、続いて B のカードはこちらです。The Power of Purpose ということで、まあ、目的の力というね、カードになっています。はい、こちらもですね、メッセージについては選択肢の動画の中でお伝えしていきたいと思います。はい、そして最後 C ですね。 C は Quieting the Mind というカードで、まあ、気持ちをね、落ち着けるというね、カードになっております。はい、こちらがですね、C になります。はい、何か気になるものをお選びいただければと思います。はい、それでは、ですね、カードをお選びいただく時間10秒ほど取りたいと思いますので、直感でカードをお選びください。それではどうぞ。はい、カードをお選びいただけましたでしょうか。それでは各動画のタイムテーブルについては、この動画の下の概要欄に詳細を記しておりますので、そちらをご確認いただけますと幸いです。はい、それでは本日もよろしくお願いいたします。はい、それではですね、まずはじめにこちらのウィリングリリースというカード、もしくはですね、 A を選びいただいた方のカードをリーディングしていきたいと思います。はい、今回のテーマは、あなたが次に結ばれる人はどんな人なのかということで、まあ、その方の、まあ、特徴であったり、イニシャル、そしてね、結ばれる時期について見ていきたいと思います。はい、あなたがね、今気になっている方と、まあ、結ばれるのかどうかっていうのもね、見ていただけたらなと思うんですが、それに際しまして、まずはですね、そのお相手の方があなたに対して今どんなお気持ちを抱いていらっしゃる方なのかっていうことと、まあ、次に特徴をですね、見ていって、最後はですね、まあ、イニシャルと、その結ばれる時期についてをですね、見ていきたいと思います。はい、では早速ですが、まずはですね、そのあなたと結ばれる方が今あなたに対してどんなお気持ちをね、抱いていらっしゃるのかっていうのをね、見ていきたいと思います。はい、
ではですね、早速見ていきたいと思いますが、まずね、お相手の方があなたに対してですね、どんなお気持ちを抱いていらっしゃるのかっていうところから見ていきたいと思います。はい、あなたと結ばれる方のお気持ちですね。はい、見ていきたいと思いますが、うん、そうですね、はい、出た、カードを見ていきたいと思うんですが、まずね、こうくつろぎとかを表すカードが出ているので、まああなたと一緒にいてすごくこう、まあ安らげると言いますかね、なんかこう緊張から解放されるみたいなですね、うん、そういうお気持ちを抱いていらっしゃったりだとか、まあだからこそね、今の関係を大切にしつつ、まあ前に進んでいきたい、まあ新たな旅立ちとか前進ということを表すカードも出ているので、やはり今関係を深めたがっていらっしゃる、うん、まあ結ばれるっていうところもね、目指していらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。うん、あとはですね、まあこちらのカードがちょっと気になるところではありますが、ちょっとねお伝えしていこうと思います。はい、ではですね、早速見ていくんですが、まずはこちらのカードからお伝えしていきます。はい、ワンドの4というカードが出ました。まあこのカードなんですけれども、まあ先ほどもお伝えした通り、まあくつろぎとか安らぎとかですね、まあそういった意味のカード、まああとは平和とかも表すカードであったり、安心安堵っていうねカードになっているので、まあすごくこうあなたと一緒にいると安心するっていうことですね。なかなか例えばまあ心を開かない方でも、あなたと一緒にいればなんかこう安心できること部分があって、心を開いてね、なんかこう素の自分で、過ごせるみたいなですね、そういったこうくつろぎがあったりもするのかなと思います。まああとは境遇とか性格とか価値観とか、なんかそういうね、自分と似ているものがあって、いるからこそなんかこう話しやすいとかですね、うん、一緒にいてもこう、うん、なんかこう気を使わなくて、いい意味でね、気を使わなくて済む、まあ済むというかね、気楽にこう過ごせて、すごくこうゆったりできるみたいなですね。うん、まあそういったカードになっています。まあ実際にこのカードに描かれている二人も笑顔でね、こう向き合っているとか、こう一緒にいる姿が描かれている通り、まああなたと一緒にいる時間が、まあ癒しでもあったりするのかなと、お相手の方にとってのね。うん、まあ、それ以外の時間っていうと、まあなんでしょう、こう常にプレッシャーと戦わなくてはいけなかったり、なんかこう緊迫した状況だったりみたいなね、ところがあって、とてもこうね、こうなんでしょう、こう頬をね、緩ませることがなかなかできないような立場とか役割をね与えられている方なのかもしれないですが、あなたと一緒にいる時ではそれをねこう忘れることができるぐらい、まあくつろげる、まあ安らげるわけですね。まあそういった意味では、まああなたという存在がね、まあ本当にこう支えでもあったり、まあ癒しのね、存在にもなっていると思うので、その存在を、うん、まあやっぱりいいですね、なんでしょうね、その存在に慣れているってことがまず貴重だと思いますし、その、まあそういうふうにね、お相手の方も見ていらっしゃるっていうことなので、やっぱりあなたとしては、そうね、お相手の方と一緒に過ごせるときには、何かこう自分の中で少しでもこう癒してあげられること、うん、をしてあげるのが、まあすごくいいのかなと思いますし、それがね、二人の関係の進展にもつながっていくと思います。ただ、その癒してあげなきゃ、癒してあげなきゃっていうことを意識すると、なんかこう空回りしてしまったりもすると思うので、今まで通りこう過ごすっていうことだけを意識していけば、それで十分ね、お相手の方にも元気であったり、エネルギーであったり、癒しであったりね、安らぎであったり、安心感であったり、いろんなものをすでにあなたはもう与えているので、うん、もう本当にそのままで、全然いいのかなと思います。で、次にこちらのカードです。まあそういったまあ安らぎをね、こう感じられる中ではあるんだけれども、ワンドのナイト、まあこれは前進ということであったり、まあ新たな旅立ちっていうことも表すカードなので、まあ新たなステージに進んでいきたいと、今の関係で、なんでしょうね、もうそのままでいいやとかではなくて、まあもっとねこう発展した関係になっていきたいと、うん、いうカードも出ております。まあそうですね。まあうん。まあ新たな旅立ちっていうことなので、まあ未知の領域に行くということで、まあ今までとはね、なんでしょう、こう、違った関係性にですね、まあ発展していくっていうね、カード。まああとは重要なパートナーとの出会いっていうカードでもあるので、あなたとの出会いに関してはすごく重要だというふうにまあ感じていらっしゃるっていうのも、このカードから読み取れます。単なる、異性との出会いっていうわけでなく、人生にすごい深い意味をもたらしてくれた出会いだっていうふうにも思っていらっしゃるわけなんですね。うん、それぐらいお相手の方にとっては、まあ、インパクトの大きい出会いだったということを、まあ、伝えてくれているカードも出ているので、だからこそ、まあ、あなたとの関係は大事にしていきたい。まあ、そういうふうに思っていらっしゃるというカードも出ております。うん。
で、ただね、ちょっとね、こう、なんて言うんでしょうね。心配していらっしゃることもあって、こちらのカードです。ソードの5というカードになっています。まあ、このカードに関しては、まずね、意味からお伝えすると、攻撃的な人物っていうことであったり、態度が一変するっていう意味のカードで、まあ、あなたがね、攻撃的な人っていうふうに思っていて、なんでしょうね、ちょっとこう、身構えているっていうのとでは違って、なんかね、お相手の方の中に、なんか残り続けている記憶みたいなのが、あってね。まあ、例えばその、過去にお付き合いをした人が、すごくそのお相手の方に攻撃的だった。まあ、それはね、物理的な、攻撃っていうこともあれば、言葉の攻撃っていうのもあると思うんですね。なんかそういう、なんかこう攻撃を受けて、すごく辛い思いをしたっていう過去をお持ちの方なんですね。で、それが、あなたにはないだろうなって、もうここでね、安心はしていらっしゃるので、ね、思ってはいるんだけれども、もしかしたら急に豹変して、ね、なんかこう過去の、そのすごい攻撃を受けた人みたいになるんじゃないか。なんかこう急に態度が一変してしまわないかなっていうような心配はどうしてもしていらっしゃる。まあこれはね、人にどうしてもこうトラウマみたいなものが残ってしまうと、ね、そう考えてしまうんだと思うんですね。例えば、まあ、昔に犬に噛まれてしまったというね、経験があって、それがトラウマになってしまうと、どんなね、噛まない犬だったとしても、噛まれるんじゃないか、みたいなね。そういうふうにこう思ってしまうのと同じように、なんかね、昔に、その、恋人であったりね、お付き合いをしている人に、まあ、攻撃をされた、まあ、必要にね、攻撃をされたっていう、経験が終わりのようで、もしかしてこれはあなたに話していらっしゃらないかもしれません。けれども、その過去があるせいでどうしてもね、関係を進めていきたいとは思っているし、安心はしているんだけれども、一変しないかなっていうような、まあ心配はどうしても持ってはいらっしゃる。まああなたがね、そんな方ではないと思うんですけれども、まあちょっとトラウマが残っている部分はあるので、まあ気にはしていらっしゃるということで、そうならないでほしいと、あなたにはね。なるつもりはないのだと思うんですけれども、ならないでほしいというような願いも持ってはいらっしゃるっていうことですね。はい。ではですね、次に、ですね、そのお相手の方の特徴をですね、見ていきたいと思います。まあ、ここはね、お気持ちを見てきたので、次はどんな人なのか、特徴をですね、見ていきます。ではですね、早速オープンしていきます。はい、ではね、見ていくんですが、なんかね、恋愛における一面と、恋愛以外における一面というのがちょっとなんかこう性質が違う方なのかなというのが出ていて、恋愛においてはこっちで、恋愛以外においてはこっちっていうのが出ているんですね。なので、ちょっとお伝えしていくと、恋愛以外の側面で言うと、このカードで、ペイシェンスっていうカードになります。これ、忍耐っていうカードなんですが、すごく、まあ、我慢強いというかね、打たれ強いというか、まあ、打たれ強いというか、まあ、我慢強いってことですね。辛抱強いと言いますか、忍耐力のある方で、まあ、なんでしょうね、ちょっとこう、まあ、時に無理をしすぎてしまうような方なのかなと思います。ちょっとこうハードワークでも自分が耐えればそれで、周りがね、回るんだったらばそれで大丈夫ですみたいな感じでね、結構こう無理をしちゃったり、例えばまあお仕事をしていらっしゃる方だったら休日にもこうお仕事に出るみたいなね、自分が休んでなんかこう職場がうまく回らないんだったら自分がもう出てね、回って他の人が苦しまない方がいいですみたいな、なんかそういうね、ちょっとこう無理をしすぎるぐらい、まあ辛抱それが辛抱というふうにね、表現するのはちょっと違うのかもしれないですけども、まあそういったこう忍耐力がある、ところですね。だから結構こう我慢強いというか、まあある程度のちょっとこう無茶ぶりにもね、対応する部分があったりもするのかなと思うんですが、それが、ちょっとこう、行き過ぎて、体調を崩したりだとか、なんかこう、お体にね、不具合が生じたりだとか、なんかそういったこともあるかもしれないので、もうちょっとね、その、いわばオンとオフの時の、オンの時ですね、に関しては、なんかこう、すごく、
まあ熱い人でもあるのかなと思うので、ただね、もう少しこうちょっとこう息を抜くと言いますか、手を抜くっていうことをすれば、うん、すごくね、まあ、お仕事とか、まあ、いわば、オンの時もそうですし、オフの時、まあ、いわば、講師ともにね、もっとこう、充実していくのかなと。なんか、こう、プライベートを、結構こう、もう、その、オンのところですね。まあ、その、お仕事っていうふうにお伝えしましたけれども、まあ、お仕事とか、まあ、あとは学生さんとかだったら、部活とかね、まあ、バイトとか、なんか、そっちに、こう、捧げてしまいがちな、性質といいますかね、特徴のある方なのかなとも思います。はい。で、恋愛においては、じゃあどうなのかっていうと、恋愛によってこの我慢強さ、辛抱強さがあればいいんだけれども、どうも、恋愛にはないようで、このカードですね、これ、羨望っていうカードになっているんですね、羨望。まあ、あとは嫉妬とかね、なんかこう、まあ、不満っていうことも表すカードなんですが、恋愛においては、なんかこう、あまり我慢できないというかね、嫉妬深いというか、すぐになんか、やきもちを焼いちゃうみたいなところがあって、まあ、もしかしたら、ここの反動が恋愛に出てきているのかもしれないですね。うん、恋愛以外のところですごい我慢してるから恋愛では我慢したくないみたいな、そういったところもあるのかもしれないですが、これですね、まあ羨望ということで、羨望の眼差しというふうなね、言葉ありますので、なんかこう羨ましいなと思う気持ちですね。であって、まあ嫉妬する気持ちということで、なんかこう金ピカにね、光る城を眺めながら羨ましいなと思ってるんだけども、自分も自分でね、なんかこうお宝みたいなものは持ってるんですね。うん、あるにもかかわらず、もっとなんかこうね、なんか隣の芝青く見えるじゃないですけれども、うん、なんか羨ましいなっていうふうに思ったり、まあ嫉妬しやすい。うん。だからちょっとしたことで、まあ、なんでしょう。我慢できないというかね。例えば、連絡のやりとりもちょっとあなたが返さないだけで、なんで返さないのみたいなね。まあ、それに限らずね、ちょっとこう今、いい例がね、思いついたんですけど、パッとね、こう頭からこう、ド忘れしてしまって、ちょっと思い浮かばないんですけども、なんかそういうね、うん、まあ本当にこう、嫉妬しやすい。恋愛においてはちょっとこうね、辛抱強さ、我慢強さが、ここのね、持ち前のものが発揮されればいいんだけれども、恋愛においてはなんかこう、あんまり我慢できないようで、うん、で、ちょっとこう我慢できなくなると、まあ感情的になってしまったり、感情に流されて衝動的な行動を取ってしまったりだとか、そういう部分がある方なのかなと。まあ、だからちょっとこう、二面性といったらまああれなのかもしれないですけれども、そういった部分はお持ちの方なのかなと思います。だから、この、ここですね。態度が急変するんじゃないかっていうことに関しても、別にあなたがね、急にコロッと態度を変えるつもりじゃないのに、この嫉妬しやすさみたいなものがそう考えさせているっていうこともあるのかなとは思います。うん、はい。でですね、次にこちらのカードを見ていきます。はい。テンプルパスというカードです。まあ、寺院へ通ずる道というね、カードになっている通り、まあ、神社、お寺、寺社仏閣ですね、通ずる道。まあ、そこに通っているとかね、そういう意味のカードなんですけれども、まあ、スピリチュアル的なスポットですね。まあ、神社とかお寺とか。まあ、そういったところを巡るのが好きな方っていうのもね、特徴として挙げられますし、まあ、あとはそのスピリチュアルな、まあ、その力をね、信じている方、ですね。まあ、中にはその、全然スピリチュアルなね、力なんて、まあ、関係ないよっていうふうにね、おっしゃる方もいると思うんですけれども、お相手の方に関してはそういった力は信じていらっしゃる方なのかなと思います。だから、なんでしょうね。まあお仕事で うまくいきたいんだったら成功祈願のためにお寺とかね、神社にお参りにされて、されるとかですね。なんかこう重要なことは、重要な日とかにはですね、まあその、例えばまあ大安の日とかをね、選ぶとかですね。うん。なんかそういうこう信仰心、まあ信仰心というかね、スピリチュアルな、力っていうものをすごく信じていらっしゃる方であったり、まあ日頃からもなんかそういうね、自分の、まあ開運グッズみたいなね、まあちょっとこう、まあ私で言うとこのブレスレットみたいなね、ものであったり、まあお守りをね、身につけていらっしゃったり、まあ車とかにね、お守りをこう飾っていらっしゃったりだとか、うん、なんかそういうね、グッズを身につけていらっしゃる、ということですね。まあ、金色の財布にするとかね、金運が上がるためにみたいな。だからそういう部分も結構こう気にされるというかね、うん、気にしてはいらっしゃる方というのもね、あるんじゃないかなと思います。まあ少しでも自分の人生を豊かにしたいという思いも、まああったりですね、うん。まあそういう思いも持っていらっしゃる方
ただここですね、まあここの二面性というのがまあ最大の特徴でもあったりするのかなとは思います。はい、ではですね、次にそのあなたとまあ結ばれる方のイニシャルですね、次に見ていきたいと思います。カードをシャッフルしていきまして4枚引いていきます。ですので4つのイニシャルが出てくるんですが、まあ稀にねこう同じイニシャルが被った場合はもう1枚引いていきます。今まではちょっとこうもう1枚引くっていうのはしてなかったんですけどね。でなので4種類出てくるかと思います。でイニシャルなんですが、例えば A というのが出た場合はですね、あだけを表すんじゃなくてあ行を表すと思ってください。ですので同様に S でありますと指しすせそ、 T でありますと立ちすせとになります。でまあちょっと似たようなイニシャルあると思います。まあ例えば L と R ですね、これ両方ラリルレロで見ていきます。 H と F はフとも読みますが両方ハヒフヘホ、そして K と C はチとも読みますが両方カキクゲコで見ていきます。はい、ではイニシャル読みていきます。まあ、カードの内容はですね、まあ、今回は見ていかずに、イニシャルだけをですね、見ていきたいと思います。はい。ではね、見ていきます。一つ目が W ですね。これ和音になります。和ゆえおでもいいですけどね。和音になります。次が L、ラリルレロですね。これ、R でも代用可能です。ラリルレロになります。W、まあ、ちょっと W 被っていたので、後ほどもう一枚引いていきます。あとは T ですね。立ちつてとになります。ちょっと W が被っていたので、もう一枚引いていきます。はい、ではね引いていくと C ですね、ちというふうにね呼んでいただいてもいいですし、かきくけこでも K の代用でも大丈夫です。もう一度見ていきましょう。 W 和音ですね。まあなんでしょう、こうまあそうですね、うん、まあ和田さんとかね、うん、和光さんとかね、ワンさんとかね、こともあるかもしれないですね。うん、W になります。まあ、脇さんとかね、脇屋さんとかもそうかもしれないですね。L ですね。これ R でも代用可能だと思うので、ラリルレロですね。なんでしょうね。リカ子さんとか、リョウ子さんとかね、リクトさんとかね、リョウスケさんとかね、リョウゴさんとかね。まあ、まあ、R とね、代用していただいても大丈夫。まあ、W はね、先ほどもお伝えしました。で、次、C ですね。これは、ちというふうに呼んでいただいてもいいので、まあ、なんでしょう、こう、ちさとさんとかね、ちゆきさんとかね、ちばさんとかね、なんでしょうね、ちずりさんとかね、まあ、いろいろあると思います。はい。これ K でもね代用可能なので、かきくけこでも大丈夫です。最後 T ですね、立ちつてとになります。まあ他行ですね。はい、イニシャルもう一度おさらいしておきましょう。ちょっとね、W かぶっておりましたので今回5枚になりますが、 TWLWC ですね。はい、こちらがイニシャルになります。はい、では最後ね、結ばれる時期について見ていきたいと思います。こちらもね、数字を見ていって4枚引いていきたいと思います。数字が結ばれる時期を知らせてくれていたり、まあ、その方のね、との恋愛にまつわるねナンバーを知らせてくれているということですので、こちらもねカードの内容ではなく数字だけにね注目していきます。ではですね、早速見ていきます。数字だけにね、注目していきます。はい、一つ目が3737というカードになります。次が3232ということです。3333ですね。30番台、3535ですね。うん、なんか30番台が揃っているっていうところにすごく意味があるのかもしれません。見ていきましょう。37ということですね。37。まあ、お相手の方が37歳っていうこともね、あるかと思いますし、まあ、37歳の頃にね、出会われた方っていうね、こともあるかなと思います。まあ、あとはね、3月7日、生まれの方、ということであったり、まあ、3月7日にね、結ばれるっていうことがあるのかなと思います。まあ、そういった意味で言うと、32、33、35ということなので、なんか3月に入ってからね、
恋の進展があったりするのかなと。まあ、この辺ちょっとこう、ラッシュですね。3月2日、3月3日、3月5日、3月なのか。なんかこの辺でね、いいことがラッシュで、起こってくるのかもしれません。うん。37っていうことですね。うん。はい。で、次に、まあ、同様に32ということなので、まあ、32歳の方っていうのもね、あるかと思いますし、先ほどね、お伝えしていきます。37日後っていうことかもしれないですね。だから、まあ、32日か37日後の間にね、恋の動きがあるのかなということで、まあ、あとは1ヶ月ちょっとですね、には、大きな恋の進展、それこそ、まあ、結ばれるタイミングっていうのがあるのかと思います。まあ、32歳の方、3月2日の方っていうね、こともあるでしょうし、うん、まああとはそうですね、3と2になりますか。32歳の時に出会われた方とかですね、3に、そうですね、何かありますかね。まあ何かこう学籍番号とかだったら32番のね人とかね、そういったことがあるかなと思いますし、うん、まああなた自身がね今32歳とか37歳というのであれば、あなたの思いがそのお相手の方に届いていてですね、まあ結ばれようとしているっていうね、まあそういったこともあるかなとは思います。はい。まあ33も同様ですね。まあ今回30番台が続いているので、あまりこうちょっとこうねひねりがないんですけれども、うん、33、まあ3と3ね、ゾロ目だったりもするので、うん、なんかね、3にまつわる何かをね、あなたが手にした時には、まあこうね、結構こう結ばれる時期っていうのが近いのかもしれないですね。うん、例えばまあ周りの方に三つ子が生まれたとかね、なんでしょうね、うん、3。なんか、三つ何かあなたがね、揃えた時とかですね。うん。まあ、そういった瞬間っていうのもあるでしょうし、まあ、33歳の方とかね、そういったものもあるかなとは思います。はい。まあ、あとは35っていうのもそうですね。35。まあ、3月5日、生まれ3月5日に、まあ、進展があったり、結ばれたりとかですね。35歳の時に出会われた方とかですね。まあ、平成っていうのが続いていたりすると、平成35年、もう今、令和ですけどね。まあ、まあこれはちょっと、まああれかもしれないですけど、まああと35ということなので、うん、そうですね。まあ3月3日というのも言いましたね。うん、まあ35ということでちょっと思いつかないですけれども、まあこのね、数字を受けてあなたの中で、あ、ピンとね、こう、ひらめいたこととかっていうのはあると思うので、その直感もね、大事にしていただけたらなと思いますし、結構30番台っていうのが続いているっていうことなので、もう本当にこう、先ほどもお伝えしたラッシュですね。うん。32歳の時、33歳の時、35歳の時、37歳の時っていう形で、なんかこうね、トン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 とね、トントン拍子にこうね、恋が進んでいくっていうこともあり得たりもするので、このね、数字のメッセージっていうのも受け取っていただけたらなと思います。はい。30日後だったらね、まあここから1ヶ月後。まあ動画を見ていただいたタイミングでの1ヶ月後とかにね、なってくるのかなと思いますので、かなりね、近づいてきているんじゃないかと思います。はい。あとはね、このウィリングリリースというカードです。まあこれはあなたに向けてのメッセージというカードなんですけれども、ウィリング、まあこれ積極的にリリース、解放していく。まあタンポポのね、綿毛がこう飛び、立っていっている通り、何かね、放出していった方がいいと。うん、何かね、こだわって固執しているというか、放出していった方があなたにとってですね、さらなる成長であったり、さらなる成果をもたらしてくれるっていうことなので、手放すともうね、帰ってこないんじゃないかなとかね、なんかこう手放したくないという思いがあることで成長というのが生まれなかったりするので、なんかこうね、必要にこだわりすぎたりだとか、なんかこう固執しなきゃ。っていうね、うん、手放すってことができないんだったら、ちょっとね、すべてを手放さなくても、ちょっとね、こう手放してみる。少しずつでもいいので手放してみると、あなたの状況っていうのが、これ変わってくる。まあ、まさにね、こう、タンポポの綿毛のような形でですね、まあ、こう、前向きな気持ちで、こう、巣立っていかせるっていうことですね。自分から巣立っていかせることって、より大きな実りであって、報酬が後にこう、返ってくるっていうカードなので、まあ、このね、意識というものも、あなたにとって今、必要だということなので、まあ、今回、このカードを選ばれたんだと思いますのでね、メッセージとして受け取っていただきますと幸いです。はい、ということでリーディングは以上となるんですが、最後こちらについてお話ししていきます。今回は今までで一番恥ずかしかったことはということで、皆さん何かありますでしょうかね。まあ私としてもね、まあ言え、ここでは言えないようなね、恥ずかしかったこともたくさんあったりですね、まあ細々としたことやったら結構あったりするんですが、まあ例えば
まあ、T シャツをね、裏返しのまま着て出かけていったりね、そんなことも結構あったりだとか、靴下が左右で違ったりとかね、チャック開きっぱなしだったりとか、結構ね、そういうこともあったりするんですが、一番恥ずかしかったことっていうのは、そうですね、まあ学生時代ですね、まあ高校の時に坊主だったんですけれども、まあ坊主、まあ自分でね、バリカンを買ってやってたんですけど、どうしても後ろとか横とかですね、自分一人ではこう限界があるので、まあ母親にやってもらってたんですが、まあ母親ですね、まあ結構お酒を飲む人で家に帰ってきたらもう泥酔みたいなね、状態だったんですけれども、まあ、そのね、母親に任せていたらですね、まあ、バリカンっていうのはですね、なんかこう、3ミリとか6ミリとか、なんかキャップみたいなのをつけて、で、こう沿っていくと、その長さになるんですけれども、それをひっくり返して沿うと、もうゴリンガリになっちゃうんですね。で、ある日、その母親に任せて、ね、後ろの方やってもらうと、いつもとこう、違う音がしたんですね。いつもはブーンって音なのに、その時に限ってはキーンって音がしたんですね。ってなると、あれと、なって、確認してみたら、その一部分だけ五輪替えになって、で、それがね、もう日曜日の夜9時とかです。もうね、もうちょっとしたら月曜日で学校行かなきゃいけないっていう時なので、どうしようっていうね、ことになって、でも五輪替えにするのはちょっと嫌だなっていうところがあったので、もうそこだけ、ね、被害を最小限に食い止めて、もうあとはね、どうしたかっていうと、その部分だけずっとね、一週間ぐらい、もうずっとその辺をね、こう、手で触って隠しながらね、過ごすっていうのがね、すごくまあ恥ずかしかったというか、まあ大変だったね、エピソードだったんですけれども、それがね、まあ一番恥ずかしかったというかね、思春期だったから余計かもしれないですけれども、それが恥ずかしかったですね。皆さんは何かこう恥ずかしかったことありましたでしょうか？もしあったらですね、コメント欄に書いていただけると嬉しいです。まあなかなかね、コメントに書きづらいかもしれないですけれども。はい。ということで、こちらですね、ウィリングリリースというカード、もしくはね、A をお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。はい。また、今回の動画は全体に向けたリーディングとなっています。なので、何か特定の方とのお悩みだったり、あとはね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて、現在個人鑑定を行っておりますので、興味のある方は、この動画の下の概要欄、ご覧いただけますと幸いです。はい。それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、次にこちらですね、The Power of Purpose というカード、もしくはですね、B をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマは、あなたが次に結ばれる人はどんな人というテーマで、あなたがですね、今気になっている方と、まあ、次に結ばれるのか、それともね、どんな人とこう結ばれるのかっていうのをですね、イニシャルであったり特徴、そしてね、結ばれる時期についてを見ていきたいと思います。はい、それに際しまして、まずはですね、そのね、あなたと結ばれる方が今あなたに対してどんなお気持ちを送っているのか、抱いていらっしゃるのかというのを見ていきます。そしてね、次に、ですね、そのあなたと結ばれる方の特徴を見ていき、最後はですね、イニシャルと結ばれる時期をですね、見ていきたいと思います。はい、では早速ですが、まずはね、そのあなたと結ばれる方が今あなたにどんなお気持ちを送っていらっしゃるのか、向けていらっしゃるのかっていうのをですね、見ていきたいと思います。はい、はい、ではですね、早速見ていきましょう。あなたと結ばれる方が今あなたにですね、どんなお気持ちを向けていらっしゃるのか、抱いていらっしゃるのかっていうことを表すカードです。はい、早速見ていきます。
はい、ではですね見ていくんですが、まずね、最初にざっくりとお伝えしていくと、まあ情熱、熱い気持ちと重大な決断を下したいっていう気持ちが出ているので、まあ相当あなたに対しての気持ちが向いているのかなということなんですが、あとはですね、まあ自信とか焦り不安、まああとは、これはね後ほどお伝えしていくんですが、自分のねまあ求めているような変化がまだ訪れていないということで、タイミングをね、すごい待っていらっしゃると、まああなたとの行為を進められるタイミングが訪れるっていうのをすごい待っていらっしゃる、まあ待ち望んでいるっていうぐらいですね。うん。まあそういったカードも出ているので、まあこのあたりですね、それぞれのカードを見ながらお伝えしていきたいと思います。はい。では。まずはじめにですね、こちらの真ん中のカードから見ていきます。はい、このカードがワンドのエースということで、まあ情熱、熱い気持ちというふうにもお伝えしました。まさにね、そういったこう燃えたぎるようなですね、熱い気持ちを抱いているとかですね、まああとはやる気とかモチベーションが高まっているということで、まああなたとの恋に対するモチベーションですね。そういったものもすごい高まってはいらっしゃるというカードになります。だから、もしね、まあ、あなたとお相手の方が両思いだとするならば、あなただけが恋をしたいと思っているわけではなく、お相手の方もね、同じような気持ちでいらっしゃるというカードです。あとはですね、このエースっていうのはね、数字の1を表しているので、このね、一本の杖がですね、描かれています。これ木の杖なんですね。木というのは、これ成長を、まあ、表す、まあ、象徴だったりもしますので、うん。何かをね、こう、新しく成長させていきたいとか、発展させていきたいとか、生み出したいとか、作り出したいとかね。まあなんかこう、新しいこう、始まりに対するモチベーション、情熱、ですね、やる気が高まっていると。だから、あなたと、新しい関係に進みたがっているというようなお気持ちですね。それがこう、日に日にこう、ぐん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 ね、木が成長していくように、育っていっているというかね、高まっていっている。まあそういったお気持ちを表すカードも出ております。あとはですね、こちらのカードなんですけれども、ソードのキングというカードになります。まあこのカードをですね、まあこのカードに関しては未来に向けての決断をする、重大な決断を下すっていうカードになっています。なのでね、まあその、あなたとの関係をね、こう発展させていきたいというふうに思っていらっしゃる中で、じゃあ実際に始めるためのこの決断っていうのもあると思うんですね。うん。あなたとの関係を始めるためにもしかしたら何か他に代償をね、払わなくてはいけない。その決断もしっかりと下して、あなたとの未来に進んでいくための重大な決断を下したい。だからそれぐらい、まあ覚悟は決まっていると言いますかね。まあ決意していらっしゃるみたいな、そういった部分もあるのかなと思います。あとはね、このキングというところ、まあいわば王様ですね、というところにも、少しね、特徴、まあ意味があるのかなということで、まあ王様っていうのはですね、まあ結構こう実権を握っている存在というふうにもね、描かれていたりもしますので、まあその恋をね、始められるかどうかっていうことに関しての主導権はお相手の方が握っていらっしゃるのかなと。うん。最終決定みたいなところですね。あなたがそのお相手の方と結ばれたいとか恋を始めたいっていうふうに思っていたとしても、そのあなたの一存だけで始められるんじゃなくて、お相手の方の動きであったり、お相手の方が始めていいよっていうね、その最終決定をすることで始められる。なんかそういう二人の関係性でもあるのかなと思います。だから、あなたの気持ちは伝わっていたとしても、それだけで恋を始められるっていうような状況ではなく、始めるか始めないかはもうお相手の方の決定次第、になってくる。で、まあその決定というのも、まあ先ほどね、ここお伝えした通り、まあもちろん良い決定を下したいっていうふうに思ってはいらっしゃるわけなんですが、タイミングを伺っているというふうにもお伝えしました。それがこちらのカードになっています。マジシャン、魔術師というカードです。魔術師というのはですね、この魔法を使える人、魔法を使う力をね、授かっている人っていうね、カードなんですけれども、まあ魔法というのはね、何事もこう、物事をですね、こう思い通りにね、進められる力っていうことでもあったり、計画通りにね、ことを運べるっていうね、意味のカードでもあったりするんですが、逆位置になると魔法の効力が使えない状態ですね。だから、物事が計画通りにいかないとかですね、予想と反する出来事が起こる、まあ起こる予感がしているっていうことであったり、まああとはですね、まあ求める変化が訪れていないと。本来だったらその求める変化っていうのは自分から作り出せる力があるんだけれども、その力が今失われているので、その求めている変化が訪れるのを待っているんだけれども、なかなかそれが訪れてくれないということに悩んでいるっていうカードなんですね。だから、恋を始める気は満々なんだけれども、それだけ、その気持ちだけではなく、しっかりと条件であったり、環境であったり、タイミングであったり、準備とかですね。
そういったものがこうバチッとこうはじハマった時に恋をスタートさせたいっていうふうに思っているんだけれども、なかなかね、自分の思っているような状況、環境、タイミングとかがですね、訪れなくて、いつ始められるんだっていうことをね、お相手の方も、ちょっとこう、まあ、焦っているとはちょっと違うのかもしれないですけれども、早くね、あなたとの恋を始められるような状況になってほしいとね、準備が整ってほしいと、スタートをね、切れるような状態に早くなってほしいと思ってるんだけど、なかなかそれが訪れてこなくて、ちょっとこう悲しんでいらっしゃる、そういうね、お気持ちを表すカードも出ておりました。だから、決してね、その恋をなかなか始めてくれないっていうことが、なんでしょうね、このあなたへの気持ちがないからというわけではなく、そういうタイミングをね、意識していらっしゃるわけなんですね。それは、恋を始めるっていうところをゴールに置いてるんじゃなくて、恋を始めた後こそが、やっぱ大事だっていうふうに思っていらっしゃるので、だからそういった意味では、先々のことも考えると、その最初のね、スタートのタイミングっていうのも大事にしていかなきゃいけないなっていうふうにね、それぐらいこう真剣にあなたのことを、まあ思っていらっしゃる、まあそういった方なのかなというのが出ておりました。はい、ではですね、ここに関してはお気持ちを見させていただきましたが、次にね、そのあなたと結ばれる方の特徴をですね、見ていきたいと思います。どんな特徴の方なのかということですね。はい、はい、ではですね、早速見ていきます。はい、では見ていくんですが、はい、ではね、お伝えしていくと、まず特徴的なのは、恋愛に関してはすごい情熱的な方というのと、あとは野心家っていうところとですね、あとはですね、何かね、こう、バランスを取るのも上手だっていうのがあるので、なんて言うんでしょうね。人間関係の構築っていうことに関しては、結構こう、長けていらっしゃる方、なのかなと思います。結構こうね、誰かと誰かを繋いだりだとか、誰かをこう、仲介するとかね、あとは、最適なバランスを組み合わせるのが得意とかね。なんかそういう、まあ、スキルなのか、まあ、才能なのかね、まあ、得意としていらっしゃるっていうのが出ているので、ちょっとお伝えしていきます。はい。ではですね、まずはこちらのカードからです。はい。ドアトゥーロマンスっていうカードが出ました。まあ、ロマンスの扉っていうカードなんですが、これ扉が開かれた先にハートがですね、待ち構えているというかね、まあ、ハートの、まあ、愛に満ちたこれ世界を描かれているわけなんですけれども、そこへのこの入り口のね、扉が開いているというカードになります。で、これはですね、まあ、入り口ということなので、まあ、愛がね、恋愛がこう始まってしまえば、すごくね、こう、情熱的な、恋をしてくれる人。まあ、ロマンスということでもあるので、結構ロマンチストな方、ですね。まあ、なかなかね、こう、日本人だと、その愛情表現とかね、恥ずかしがって、こう、できなかったりする方もいるかもしれないんですけども、お相手の方に関しては結構ね、そういった部分を、まあ、なんていうんですか、ちょっとこう、例えば、まあ、いわば臭いセリフとかもね、結構こう、言っちゃうというか、全然言ってしまう。まあ、言ってしまうというかね、情熱的な方ですね。気持ちをこう伝えるというか、愛する人のためにすごくね、こう思いを伝えるのが結構積極的にされる方。まあ、先ほどのここですね、情熱っていうのもやっぱりあった通り、情熱的な愛をする方なのかなと思います。だから恋愛が始まってしまえば、その始まる前の姿とはもうこう全然ね、違う、いい意味で違うね、姿がまあ見れるようになるのかなと思います。情熱的な方っていう特徴がまず一つなのと、あとは野心家っていうことですね、を表すカードがこちらです。大天使チャミエルっていうカードなんですけれども、
このカードはですね、願望とかですね、実現のエネルギーっていうね、カードになっていて、こう自分のね、叶えたいこと、望みをですね、絶対に叶えてやるんだっていうですね、その強い意志を持っている、まあそういったカードになります。一度こう目指した目標は何が何でも達成するみたいなね、それぐらいこう、なんでしょうね。まあ、向上心とか野心家ということですね。悲願の達成とかをね、表すカードでもある通り、自分の望んでいることは、やっぱこう途中半ばで諦めたくない。諦めるようなことはもう最初から掲げないというぐらいですね。うん、絶対こう自分の目指したいことに関しては達成するんだっていうね、まあ強い思いを持っていらっしゃる。うん、まあそういったカードになっています。だからまあ、それがね、あなたとの恋に対してもモチベーションが高まっているという通り、必ずまあ恋をね、実らせていくんだっていうね、まあそういったこう目標をもう掲げていらっしゃっていて、それをね絶対達成するんだっていうですね、うん、まあそういう特徴を持っていらっしゃる方、まあこれね、なんでしょう、こう、ちょっとドラゴンボールでいうところの、まあカメハメハみたいなね、ものがこうチャージされていますけれども、これがエネルギーですね。うん、だから自分の、まあ、目指しているものを達成するためにエネルギーを全力注ぐっていうことですね。出し惜しみをしない方、ということですね。うん、だからもう本気、何事にも本気、常に本気みたいなね。なんかそういうタイプの方なのかなと。うん、まあ言うならばもう0か100かみたいな感じですね。うん、やりたいと思ったことでも100投資して、もう全然興味がないことに関しては、もう全然エネルギーを注がないみたいなね。もうだからそういったこう、旗から見てエネルギーの注ぎ具合で、あ、これには興味あるんだろうな、あ、これには全く興味ないんだろうなっていうのがこう結構こう分かりやすい、そういう特徴を持っていらっしゃる方でもあるのかなと思います。興味のある人にはどんどんグイグイ行くんだけども、ちょっとでも興味なかったり、あ、違うなと思ったらもうこうスーッと引くみたいな、熱がこうスーッと冷めるみたいなね。冷めるというかこう、明らかにこう態度が違うみたいなね。そういった特徴といいますか、傾向のある方なのかなと思います。あとはね、調整能力に長けているっていうふうにお伝えしましたが、それがこのカードです。エンジェル・オブ・バランスというカード、バランスの天使ということなんですね。まあ、バランスを整えるっていうことから、まあ、調整能力が高いということで、うん。何かこう、例えば何かと何かをこう、つなぎ合わせるとか、仲介してですね、それぞれのこう、バランス。A という、例えば何かは、この部分には長けているけど、ここに弱点がある。B というものの何かは、ここに長けているけど、逆にここの弱点がある。じゃあ、こことここをつなげれば、お互いに、悪い部分を補えて、いいとこを伸ばせるよねっていう、なんかそういうね、こう、バランスの組み合わせとか、仲介だとか、調整する。そういうね、まあ、例えばお仕事についていらっしゃったりだとか、その能力に長けているので、なんかそういった分野で、働いていらっしゃるとかですね。まあ、これは人と人との場合もあるかもしれないですね。この人はすごくね、黙々とやるんだけども、ちょっとコミュニケーション能力に、かけている。で、逆に、その、この人はコミュニケーション能力に長けているんだけども、ちょっとね、スキルという部分に対してはちょっと劣っている。じゃあ、この人とこの人をつなぎ合わせましょう、みたいな感じで、うん、なんかこう、人と人とをつなぎ合わせる。みたいなね。まあだから人材とかね、そういった人材派遣とかなんかそういうお仕事の可能性もあるでしょうし、とにかく、まあ、バランスをね、うん、整えるのがすごい上手な方なのかなと思います。うん、バランス能力に長けて、調整能力に長けていると。いうことなので、うん、結構そこで才能を発揮していらっしゃったり、すごくこうね、地位を高めていっていらっしゃるというような、そのバランス能力に長ける方、というのも特徴として出ておりました。まあそういったお仕事とか活動をね、していらっしゃるのかもしれません。うん、だから結構こう、人のことをよく見ている。というのは特徴としてあると思います。この人はこういう特徴があるよねとかですね、こういった部分がちょっとこう欠点だよねとかね、なんかこう人の力を見抜く、人の力を、能力を見抜く力ということですかね。そこにすごい長けていらっしゃるっていうのもかなり特徴としてあったりするので、うん、まああなたのことに関しても結構そこはね、見ていらっしゃるのかもしれません。こういったところはいいけれども、こういったところはちょっと、もしかしたら苦手なんじゃないのっていうね、なんかこうそういうのを、なんかズバッと言い当てるような、そういうね、方なんじゃないかなとも思います。はい。
はい、ということでですね、ここまで、お気持ちと特徴を見させていただきましたが、次にですね、あなたが、まあ、結ばれる方のイニシャルをですね、カードシャッフルしていってですね、4枚引いていきたいと思います。まれにですね、同じイニシャルが被ることがあるので、被った場合はもう1枚引いていきたいと思います。だから4つのイニシャルが出てくると思ってください。で、イニシャルなんですけれども、例えば A が出た場合はですね、これ、あだけを表すんじゃなくて、あ行ですね、あゆえを表すと思ってください。同様に S ですと、さしすせそ。T ですと、たちつえとになります。で、似たようなアルファベットあると思います。L と R とかですね。これ両方ラリルレロだと思ってください。同様に H と F。F はフーとも読みますが、両方ハヒフヘホで、置き換えていきます。そして K と C ですね。C はチとも読みますけれども、これも両方書きくけこで読んでいきたいと思います。だから、まあ、C が出た場合は K に代用可能っていうふうに思っていただけたらなと思いますので、早速カードをシャッフルしていきます。今回はイニシャルだけを見ていきますので、カードの内容に関してはですね、今回は関係ないという形で見ていきます。ではですね、見ていきます。一つ目が B というイニシャルが出ました。B ですね。次が K が出ました。これは書きくけ子になります。書きくけ子 K ですね。次が S という、ね、ものが出ました。これ、さしすせそになるかと思います。そして最後は D ですね。D が出ました。もう一度見ていきましょう。こちらですね。B、バビブベボーですね。なので、まあ、ババさんとかですね、なんでしょうね。バンドーさんとかバンナイさんとかですね。まあ、名前だったらブンダさんとかね、あるのかなと思いますし、バービー、うん、ですね。まあ、バンさんというのがあるかもしれないですね。まあ、B ですね。B というのがまず出ております。で、まあ、K は書きくけ子ですね。名前、もしくは名字ですね。どちらか入っていれば OK ということなので、K というね、イニシャルが入っている方。そして S、まあ、同様ですね。サーシースセソーになります。まあ、こちらに関してもですね、まあ、名前もしくは名字、どちらかに入っていればということなので、まあ、S ですね、両方入って、まあ、両方入っている方もいるかもしれないですし、どちらか一つでも全然 OK です。で、最後 D ですね。D は、こう、ダジドゥデドになります。ダンさんとかね、なんでしょうね、ダイオさんとかね、なんでしょうね、出川さんとかもそうかもしれないですね。出口さんとか、土井さんとかですね、ドマさんとかいるかもしれないですね。ドバシさんとかね。まあ、大輔さんとかもそうだと思いますし、そうですね。まあ、D というのもね、結構こう、イニシャルとしては あったりもするんじゃないかなと。まあ、大輔さんと言いましたね。まあ、そのイニシャルになります。はい。もう一度イニシャルおさらいしておきましょう。今回は被りはなかったので4枚です。イニシャルは B、K、S、D になります。まあ、このイニシャルが全て入っている必要はなくて、まあ、名前もしくは名字にどれか一つでも入っていれば OK ということですので、イニシャル参考にしていただけますと幸いです。はい。では最後ですね、結ばれる時期についても見ていきます。こちらもね、ナンバー、数字だけに注目していって、カード4枚引いていきたいと思います。それが、まあ、結ばれる時期であったり、まあ、恋にまつわるナンバーになっていますので、見ていきたいと思います。まあ、数字に関してはね、これ被りはないと思うので、4枚で引いていきたいと思います。ではですね、早速見ていきます。数字だけに注目していきます。出たカードの数字一つ目が2という数字ですね。2になります。ちょっとピントが合ってないんですが、見えますかね。はい。2という数字が出ました。次がですね、25という数字です。25という数字になります。二つ目が25です。
3つ目が28、20番台続いておりますね。28というカードになっています。そして43、43というのも出ております。こちらですね。はい。もう一度見ていきましょう。はい。こちらですね。2という数字になります。まあ、これはね、2ヶ月後とか2週間後にね、結ばれるっていうこともあるでしょうし、2のつく月。まあ、なので2月ということであったり、お二人がこう知り合われて、出会われて2年目に入る時っていうこともね、あるのかなと思います。あるいは、まあ、違った観点から見ますと、あなたとお相手の方の年齢差が2歳差の方とかですね。これは上、下ね、どっちでもいいんですけれども、2歳差の方っていうのもね、あったりするのかなと思います。うん。はい。なので、この2ということですね。まあ、その2という数字が、まあ、結ばれる時期であったり、まあ、25ということですね。まあ、これも、例えば、まあ、毎月ね、25日ありますので、まあ、直近の25日に結ばれるタイミングが訪れるっていうことであったり、まあ、お相手の方の年齢ですね、25歳の方、もしくはあなたが25歳だったらば、あなたの思いがお相手の方に、伝わって、それがね、両思いとなり、まあ、結ばれていくっていうこともあると思います。はい。で、あとは2、5というふうに分けていただきますと、2月5日、生まれの方とかですね、2月5日に結ばれるっていうこともあるのかなと思います。まあ、これはね、動画を見ていただいているタイミングによってこれ変わってはくるのかなと思うので、まあ、あくまでもね、一つの例として、見ていただきたいんですけれども、まあ、あとは出席番号とかですね、25番の方とかですね、はい。うん。まあもしくはね、スポーツをやっていらっしゃる方だったら25番のね、背番号をつけている方とかね、25番の、まあ選手をね、応援している人とかね、そういったこともあるかもしれません。うん。まああとは残りね、25日後ですね、に、二人がまあ結ばれるとかですね。うん。まあそういったタイミングを知らせてくれているってこともあると思います。28も同様ですね。28歳の方っていうことでもあるでしょうし、毎月28日ありますので、28日にまあ結ばれるとか、あと28日後、この動画を見ていただいた28日後っていうことですね。まあ4週間後にはなるのかなと思いますし、まあ2月8日っていうこともありますし、2月8日生まれの方、28歳の方っていうことですね。うん、まあそういった部分もあるのかなと思います。まあ、あとはね、こう、今までの年月を合計して28ヶ月目とか25ヶ月目に入った時に進展があるっていうこともあるかもしれません。最初から出会われた時の25ヶ月目、28ヶ月目。だから、12ヶ月が1年ですが、2年とちょっととかですね。うん。そういったタイミングでようやくこう、恋をしていくような中に発展していくとかね、そういったこともあると思います。はい。あとは43、まあ、あとは43日後ということですね。であったり、まあ、お相手の方が43歳の方、であったり、あなたが43歳の方であれば、あなたの思いがお相手の方に伝わっているっていうのもあると思います。あとは43というふうに分けますと、4月3日にですね、まあ、結ばれたり、4月3日、生まれの方と結ばれたりっていうことですね。そういったこともあるでしょうし、まあ、学籍番号というのもお伝えしました。ね、そういった方もあるかもしれません。うん、43っていうのもですね、まあ、何でしょう、昭和43年とかね、そういったこともあるのかもしれないですけれども、うん、まあ、あと43歳の時に出会われた方とかね、まあ、それは25とか28も同様ですね、その時に出会った方と結ばれるっていうね、ことを伝えてくれていたりもしますので、もう一度ね、数字おさらいしておきましょう。はい、こちらになります。2、25、28、43。この数字が結ばれる時期、タイミングをですね、伝えてくれていますので、参考にしていただけますと幸いです。はい。では、最後、こちらの選択肢のカードです。The Power of Purpose ということで、これね、的にね、弓矢が真ん中にズドーンとね、こう刺さっているですね、そういった絵になっています。これは目的ですね。まあ、的を絞れば、そこに到達できますよと。そこにたどり着くことができます。これね、弓矢が的にドーンとね、こう刺さっているのは目標が達成されたことを表しているので、まあ、あなたのですね、今掲げている目標をぶらさなければ、その目標は必ず叶うということです。途中でこれは無理かもとかね、違う目標を目指した方がいいのかなって。まあ、違う目標というのは、今回で言うと、こう、違う的ですね。を狙った方がいいのかなっていうふうに思うと、結局どこのね、的にもこう弓矢が刺さらないっていうことになってしまうので、一度目指した目標、的っていうのはぶらさずに目指し続けることが最終的にはね、真ん中、一番いい形でね、たどり着くことができるっていうことに、ことを伝えてくれているカードになっていますので、その目的をぶらさない。っていうことですね。どんな状況においても目的をぶらさないってことが今の恋においてはすごく大事になってくるのかなと思います。はい。
はい、ということでリーディングは以上となるんですが、最後こちらについてお話ししていきます。今回は今までで一番恥ずかしかったことはということで、まあ、こちらに関してですね、ちょっと皆さんに、まあ、テーマとして今回書かせていただいたんですが、まあ、そうですね、私としてはね、まあ、ここでは言えないような恥ずかしいことも結構たくさんあったりですね、するんですが、まあ、言える範囲だったらば、例えばまあ T シャツをね、裏返したまま外出していたりだとか、靴下が左右違うものだったりだとか、あと下着を裏返っているってことは結構あったりしますね、表と裏が。結構そういうね、ミスというか、失敗というんですかね、まああったりもしますし、一番恥ずかしかったこととしては、まあ、高校時代ですね、まあ、坊主をしていたんですけども、坊主、自分でね、バリカンを買ってやってたんですね。で、バリカンになんかこう、キャップですね、なんかこう3ミリとか6ミリとか、なんかそういうキャップをつけると、それに沿って沿うと、その長さにね、均一になるんですけれども、それを逆転してしまうと、キャップをね、の意味がなくなって、全部五輪狩りになるんですね。で、ある日、その棒、伸びてきたのでね、こう、6ミリだったと思うんですが、しようと思って自分でやってたんですけども、どうしてもね、後ろと横っていうのが限界あるんですね。自分でできないというか、見えない部分なので。だからそれを、まあ、母親にね、いつもやってもらってたんですけども、母親がですね、いつもその帰ってきたらお酒をめちゃくちゃ飲んですぐ泥酔するんですね。その母親に任せていたらどうなったのかっていうと、やっぱりそのキャップの方をね、下に当てるんじゃなくて、五輪街の方でギャッてやられたんですね。ってなると、いつもブーンって音が、キーンって音になるんですね。なので、あれおかしいぞとなって、見てみると、その一部だけこう、ね、五輪街になってて、でももうそれ日曜日の9時とかだったんで、もう次の日も学校だぞと。どうするってなった時に、五輪狩りにするか、その部分だけでとどめるかっていうことになって、その部分だけにとどめるってことにしたんですね。五輪狩りはちょっと嫌だったので。で、まあ学校に行って、ずっとね、その部分だけこう、頭ポリポリしてね、こう、見えないようにずっとね、一週間ぐらいこう隠し続けなければいけなかったっていうのが、今まで結構ね、恥ずかしかったエピソードなんですけども、皆さんはね、今までこう、恥ずかしかった、エピソード何かありますでしょうか？もしあったらですね、書きにくいかもしれないですけども、コメント欄に書いていただけると嬉しいです。はい。はい、ということでこちらですね、ザ、パワーオブパーパスというカードもしくは B を選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。はい、また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっています。なので何か特定の方とのお悩みであったり、まあ、あとはね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。まあ、そういった方に向けて現在個人鑑定を行っておりますので、興味のある方はこの動画の下の概要欄ご覧いただけますと幸いです。はい、それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、最後にこちらの Quieting the Mind というカード、もしくはですね、C を選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマは、あなたが次に結ばれる人はどんな人というテーマで、あなたがですね、次結ばれる人はあなたが今気になっている人なのか、それともね、どんな人なのかというのをですね、リーディングを通じて見ていきたいと思います。まあ、今回はその結ばれる方の特徴であったり、イニシャル、そしてね、結ばれる時期などについても見ていきたいと思います。はい。それに際しまして、まずはですね、あなたと、まあ、結ばれる、まあ、お相手の方が今あなたに対してどんな気持ちを送っているのか、どんな気持ちを向けていらっしゃるのかっていうのを見ていきます。そして次にそのね、結ばれる方の特徴と、最後はですね、イニシャル、結ばれる時期もですね、見ていきたいと思います。はい、では早速ですね、まずそのお相手の方があなたに対してどんなお気持ちを向けていらっしゃるのか、送っていらっしゃるのかっていうことをですね、見ていきたいと思います。はい、
はい、ではですね、早速見ていきたいと思います。お相手の方があなたに対して、送っていらっしゃる、向けていらっしゃるお気持ちがどういったものなのかということを表すカードになります。では早速オープンしていきます。はい、ではですね、早速見ていくんですが、出たカードは全て、正位置ということなんですが、まずですね、一番気になったカードはこちらで、ジャッジメントっていうカードが出ています。これはね、後ほどもまた詳しくお伝えしていくんですが、再生、復活、覚醒というね、意味を持つカードになっているんですね。状態をまた良い方向に持っていくだとか、まあ一応何かこう、まあ終わりを迎えた勢いがなくなったものを再生、覚醒させていくっていうことなので、もしかすると、まあこれまでにね、あなたとその結ばれる方っていうのは関係を持っていたり、関係を持とうというような、何でしょう、こう、お付き合いを、に発展しそうなところまで行ったんだけど、もしかしたら、途中でこうね、諦めなくちゃいけなかったり、まあお付き合いは実際にしていたんだけれども、なんかこう断念しなくちゃいけなかったり、まあその時は別れを迎えてしまったとかね、なんかそういう経緯があったのかもしれません。だけれどもそこからの復活っていうことなので、例えば復縁願望だとか、もう一度交際を目指していきたいとかね、なんかそういうお気持ちを向けていらっしゃるのかなと。で、残りの2つのカードに関してはすごいこう真剣度を表す、カードでもあるんですね。なので、ちょっとね、このあたりそれぞれのカードを見ながらお伝えしていきたいと思います。はい、ではまずですね、こちらのカードから見ていきます。このカードですね、ジャッジメントというカードで、まあ、先ほどもお伝えした通り再生、復活、覚醒、まあ、あと状況の好転とかもね、移り変わりっていうことも表すカードになっています。まずカードですね、この上半分をですね占めている、まあなんでしょう、こう天使のような人がですね、まあ、ラッパの音色をね聞かせているわけなんですが、ここにね、描かれているのが、一応こうね、まあこの世をね、こう去っていった人たちを表すカードなんですね。まあ一応こう、だから終わりを迎えた人たちを表しているんですが、その終わりを迎えた人たちに、もう一度再生の音色、覚醒の音色、復活の音色を鳴らしている。だからまあこのね、下にいる人たちが歓喜しているわけなんですね。まあ、そういった意味から、もう一度息を吹き返すとかね、命を授けるとかですね、まああとは再生、復活っていうことを表すカードで、だからその終わりを迎えた人たちっていうところがあったので、例えばまあね、過去においてそのあなたとその今度ね、まあ、結ばれる方というのは、まあお付き合いをしていた時代があったんじゃないかと。だけれどもその時にはまあいろんな理由がねあったと思います。いろんな事情があって、まあ別れなくてはいけなかったり、その時は関係の解消をねせざるを得なかったり、もしくはその時にはまあお相手の方がなんかこうね、あなたとの恋をまあどこか自分のね判断でもうダメだっていうことで、もしかしたらその時に逃げられたのかもしれません。あなたの恋から離れていくようなことをされたのかもしれません。だけれども今となってはもう一度あなたとの恋、あなたとの関係を復活させたい、再生していきたい、壊れたものをもう一度修復していきたいという意味ですね、再生というのは。で、覚醒ということは今度こそは、まあ今はうまくいきたいというかね、恋を実らせていきたいとか、そういった思いをまああなたに対して向けていらっしゃるわけなんですね。だからそういった形で何かしらこうこれまでにおいてつながりのあった方なんじゃないかなとは思います。で、次にこちらのカードを見ていきます。ペンタクルのナイトというカードです。まあ、このカードには、誠実さというね、まあ誠実さとか、まあ真面目さとかもね、含まれていますけれども、あとは着実な進歩っていうカードでもあって、まず誠実さというところからお伝えすると、誠実な交際、を考えている、まあ真剣交際を視野に入れている、まあしていきたいっていうね、お気持ちを表すカードになります。まあ真面目な恋っていうことですね。そういった意味を持つカードであったり、着実な進歩、一気にね短期間に進んでいくんじゃなくて、真剣な交際を考えているからこそ一歩一歩を大事にしていきたいみたいなんですね。そういったお気持ちを表すカードで、だから覚醒ということに関しても今度こそはまあその誠実な交際をしていきたい。だから過去においてはもしかしたら、ちょっとこう場合によってはね、不誠実な、まあ、恋になってしまっていたのかもしれません。だからこそ今度こそはっていうね、ちゃんとあなたと向き合って一歩一歩をね、何でしょう、こう大切にしながら 大事にねしていきたいと、真面目な恋をしていきたい。まあそれは過去においてもしていらっしゃった方もいると思うんですね。過去も真面目な恋だったし、でもその時には何かしらの事情で諦めなくてはいけなかった恋をもう一度始めていきたい、そういったお気持ち
を表すカードです。で、この真面目さ、誠実さっていうことに関してはこちらのカードでも伝えてくれていて、このカードはですね、カップの2というカードになります。まあ男女がね、向き合っているということから、まあ向き合っているというか、まあ見つめ合っているという様子ですかね。それだけじゃなく、まあ手前にね、あるのはカップ、心の器ですね、を表すカップが、描かれていて、そのカップに注がれている水がですね、互いのカップに行き来している。これはね、心の通い合わせっていうカードになっているんですね。を表している象徴になります。だから気持ちをね、しっかりと通い合わせて愛情を深めていきたい、絆を深めていきたいっていうカードであったり、まあ愛する人との関係を前進させたいっていうね。だからまああなたのことを愛していらっしゃるからこそ、そのあなたとの関係を前進させていきたい、そういった意味のカードであったり、まあ思いを通じるっていうのは今お伝えしましたが、それ以外に円満な関係を築きたいっていうことであったり、まああとはですね、協力的なパートナー関係ということなので、まあ、互いにね、協力して関係を深めていきたい、ということ。あとは、このカードの意味の中には、結婚、婚約っていうことも表す、ね、カードになっているので、その真面目なお付き合いの先にはですね、結婚とか婚約っていうことも考えていらっしゃる。以前もそこを目指していたのかもしれませんが、いろんな事情で諦めなくてはいけなかったものを、やっぱりお相手の方も諦めきれなかった。うん。だからこそ、今度こそはね、その結婚であって婚約を目指して、もう一度真面目なお付き合いっていうのをしていきたい。まあもしくは、以前はそれが叶わなかったのであれば、今度こそは結婚を視野に入れた真面目なお付き合いに発展していきたい。まあいずれにせよですね、あなたとの関係を本当にね、本気で、まあ、真剣に進めたいというお気持ちをあなたに送っていらっしゃる、向けていらっしゃるっていうことなので、うん。なのでね、その再生復活っていうことがあった、その前にはね、まあ一度崩壊とか破壊があったんだと思うんですね。まああとは終焉とかね。うん。で、それによって、その、あなたの中でのお相手の方の印象っていうのも変わってしまった部分もあるかもしれません。一度ね、例えばまあ、お相手の方に裏切られるようなことがあったら、なかなかお相手の方のことを信じれない。ね、今はこういう気持ちになってくれているのは嬉しい反面、どこか信じれない自分もいる。とかね。また同じことをされてしまうんじゃないかとかね。なんかその場しのぎのことなんじゃないかとかね。なんかそういうふうに思ってしまう自分もいるかもしれないですが、今度こそは、まあ、お相手の方ね。本当にこう、願望を成就させていきたいっていう思いを持って、あなたと向き合っていきたい。そういうお気持ちでね、今いらっしゃるのかなというのが出ております。では次ですね、そのお相手の方の特徴をですね、見ていきたいと思います。どんな特徴のある方なのかっていうことですね。はい、そちらを見ていきます。ではですね、特徴見ていきましょう。うん、はい、ではね、見ていきます。うん、まずね、特徴としては直感力ですね。なんかこう物事を決めるときには結構自分の直感で選ばれる方なのかなと思います。だから結構自分を信じていらっしゃるタイプの方っていうことですね。時にまあ直感を信じすぎて、極端な行動を取ってしまうっていうのが。まあ、弱みと言いますか弱点でもあるのかもしれません。直感を信じすぎるところですね。だから直感を信じすぎて周りの人が、いや、それよりかこっちの方がいいよっていうふうにアドバイスをしても、いや、自分の直感はこれなんで、みたいなね。だからいい意味で自分の芯があるっていうのはあるんですけども、芯を曲げないっていうことがあだとなることもあるような方なのかなと思います。で、あとはね、二つの顔を持っているっていうね、カードも出ています。これは、二つの顔を持っているっていうとね、なんかこう、なんでしょうね。朝の顔と夜の顔みたいなね、なりますけれども、まあ、これ後ほどまたお伝えしていきます。で、まあ、変わられたっていうのがあってね、今はすごく謙虚になっていらっしゃる、方なのかなっていうのも出ていますので、お伝えしていきます。まずはこちらのカードです。はい。このカード、Godness of the Moon というカードで、月の女神というカードになっています。これがね、最初にちょっとお伝えしましたが、直感力っていうことを表すカードで、まあ、直感とかですね、
あとは自分の内側に入る。まあだからこう自分に問いかけてね、その中でこう出てきた選択とか決断を選ぶっていうカードになるんですね。うん。だこれがお相手の方の良いところでもあり悪いところでもある。だからまあ迷った時には自分の直感を信じてね、突き進んでいく。まあ言えばそういったところで言うと、まあちゃんと芯がある方ですね。自分軸をまあ持っているということ。ただ時にね、自分の直感だけでなく周りの人の意見を聞き入れた方がいい時も、いや自分はこうだから、こういう風な考えを持ってるから、自分はこっちが正しいと思うから、あなたの意見は聞きませんとか、周りの人の意見は別に正しくないと思うのでそっちにはしませんみたいなね、時にちょっとこう意地になってしまう、自分の直感にね固執してしまうところもあるっていうのが、うん、まあ言えばちょっとこう頑固さなところですね、うん、はまあ悪い面というふうに言うとあれですけれども、時にそれによって苦しんでしまわれるっていうこともある方なのかなということですね。まあでもそういった直感で結構こうね、物事をスパッとこう決めるような方なので、まあ決めてしまってからはもう早かったり、なかなかこう自分の選択っていうのを覆さない方なのかな。一度決めたことをね。うん。だからそのあなたとのね関係を一度こう破壊とか崩壊とか終焉を迎えた時も、なんかその時も自分のね直感っていうのを信じすぎてもう突き進んでしまった。でもう決めたからにはもうね、後々あれもういや違うかなと思いつつも、もう直感を信じて突き進んでいって、でもその結果まあ後悔していて、あなたとの関係をもう一度復活させたいみたいなね。うん、だからそういった結構なんでしょうね、自分に苦しめられるっていうこともあるんだと思います。直感を信じて迷わず進んでいけるっていうのは、楽な反面、こう決めてしまったことをなかなか覆せないっていうところで、かえって不利益を被るとかね、そういったこともなんかこう経験されているんだけども、なかなかその自分のスタイルを変えられない方なのかなと思います。で、もう一つこちらですね、陰と陽というカード。これがまあ二つの顔を持つっていうカードになります。陰と陽というのは、陰。まあ影ですね。陽というのは陽なので、まあ例えば夜の顔と昼の顔を持っていらっしゃるとかですね。なんかこう、例えばですね、なんでしょうね。サラリーマンというね、顔を持ちながら、例えば、YouTuber というね顔を持っているとかね。なんか例えば、なんかそういう感じで二つの顔を持っているみたいなね、二足のわらじっていうこともあるかもしれないですけれども、普通の公務員でありながら実は、なんでしょうね、バーの経営者、あ、まあそれはちょっと副業は認められてないのであれかもしれないけれども、なんかこうその界隈ではすごい有名な方とかね、なんかそういう二つの側面を持っていらっしゃる方ですね。同じような側面を2個持っているんじゃなくて、全く違う側面を2個持っていらっしゃる方っていうのも特徴としてあるのかなっていうのが出ております。で、こちらアプリシエーションというカードで、これ感謝の気持ちっていうカードになっています。で、今はすごく謙虚だっていうふうにお伝えしたのはこのカードが出ているからで、今はその周りの人に対してすごい感謝の気持ちを持っていて、周りの人があるからこそ今の自分が成り立っているっていうような考えを持てるようになった。まあそういった意味で謙虚になっている。で、過去はもしかしたら自分の直感を信じて結果が出ていた時にはもう自分の実力、独力があればもう世の中のことは全てできるから別に周りの人の協力なんて必要ないっていうふうに、思っていた時期もあったのかもしれません。まあ言えばちょっとこう、言い方はあれですけれども、天狗になっていた時っていうのもあったのかもしれないですが、それでちょっとね、こう痛い目を見てしまったというかね、失敗を経験されて、いやいやそうじゃないと、人間というのは自分一人で生きていけるもんじゃなくて周りの人の支えとかね協力があってこそ成り立つものなんだっていう、まあ大事なね、まあ学びを得られて、今はその周りの人に対しての感謝ですねの気持ちを抱けるようになり、すごい謙虚になっている。だその学びというものもあなたとの関係を復活させたいという思いにつながったのかもしれませんね。今までの自分があったのは自分一人のおかげだと思っていたけれども、そうじゃないと、あなたの支えとかあなたの寄り添いがあったことによって自分が頑張れていた、自分のスタイルでやり続けられていた、でもあなたと離れてみてそれがなんかこう叶わなくなってきて、あ、自分のやり方考え方は間違っていたんだと、もっと周りに意識を向けていかなくちゃいけないということで、大切な学びを得られて、もう一度あなたとの関係を今度こそはね、その学びを得ている自分だからこそ真剣に進めていきたい、そういうねお気持ち
まあ、今のこの特徴というのがですね、あるのかなと思います。はい。はい。ということで、まあ、ここまでですね、まあ、お気持ちであって特徴を見させていただきましたが、次にですね、あなたとこう結ばれる方のイニシャルをですね、見ていきたいと思います。カードシャッフルしていきまして、4つ引いていきます。まれにですね、同じイニシャルが被った時はもう1枚引いていってですね、まあ、4つのイニシャルを見ていきます。で、その4つのイニシャルが名前、もしくは名字のどれか1つに入っていれば OK です。両方入っている必要はございません。で、イニシャルなんですが、例えば A というイニシャルが出た場合、これはあを表すだけではなく、あいうえをあ行を表すと思ってください。同様に S、これ指しすせそ、T は立ちすせとになります。で、似たようなアルファベットですね、L と R とかですと、まあこれ両方ラリルレロで見ていきます。だからどちらが出ても代用していただいて OK です。で、あとはまあ H と F、F はね、フーとも読みますけれども、両方ハヒフヘホで見ていきます。あとは K と C ですね、C はチとも読みますけれども、両方カキクケコで、見ていきたいと思います。はい、では早速ですがイニシャルですね、4つ引いていきたいと思います、まあ、4枚ですね引いていきたいと思います。ではですね、見ていきます。今回イニシャルだけを見ていきますので、カードの内容は関係ないということになりますが、早速見ていきます。はい、出たカードのイニシャル一つ目が H、 これハヒフヘホが出ました。次が S、 これサシスセソですね、S 作業になります。次 N ですね、ナニヌネノが出ました。これナ行ですね、 N ですね。最後が A、 これアイウエオア行になります。もう一度見ていきましょう。はい、イニシャル一つ目が H、 これハヒフヘホですね、まあ、名前でも名字でもね、どちらでもいいので入っていれば OK と。で、次が S になります。これ、サシスセソになります。作業ですね。はい。次が N になります。N は何ぬねのになりますので、名前もしくは名字でも OK です。最後が A、あいうえおになります。はい。では、イニシャルね、おさらいしておきますが、はい。はい、こちらの4つ、はい、4つになります。H、S、N、A、ですね、この4つになりますので、どれか1つでも入っていれば OK ということになりますので、参考にしていただけますと幸いです。はい、はい、ではですね、次に結ばれるタイミング時期をですね見ていくんですが、これもね数字に注目していきます。ナンバーですね、まあ、だから結ばれるタイミング時期とか、あとはね、恋にまつわるナンバー、重要なナンバーというのも、表していると思いますので、これもねシャッフルして4枚引いていきます。まあ、数字はねこれ被ることはないと思いますので、4枚引いていきます。はい、ではですね、早速見ていきます。数字だけに注目していきます。一つ目が4141という数字です。二つ目が2020という数字が出ました。次が6ですね、6という数字です。そして3131という数字が出ました。もう一度見ていきましょう。一つ目41ということなので、まあ、この動画を見ていただいた41日後、まあ、約1ヶ月半弱後とかになってくるのかなと思うんですが、そのタイミングで結ばれるっていうこともありますし、4と1分けていただきますと4月1日、なので新年度に入ったタイミングで恋が動き出す、結ばれるっていうこともあるのかなと思います。あとは4月1日生まれの方ですね、とあなたが結ばれるとか、まあ、あなた自身が4月1日生まれであるのであれば、あなたの思いが通じてお相手の方と結ばれるっていうこともあると思います。
あるいは41歳の時に出会われた方と、まあ、結ばれるっていうこともあるかと思うので、まあ、あとはね、お相手の方の年齢が今41歳とかですね、うん、あなたの年齢が41歳だったらば、あなたが今思いを、ね、寄せている人と結ばれるっていうね、ことも伝えてくれていたりしますので、41っていうのもね、一つ重要なナンバーになってきます。20っていうのもね出ました。まあ、20日後ということであって、まあ、これね、20というのは毎月やりますので、直近の20日にですね恋の動きがあるということもあると思います。あとはあなたとお相手の方の年齢が20歳差っていうね、こともあって、まあ、ちょっとこう年齢差はあるかもしれないですが、その恋が叶うというね、こともあるかと思います。まあ、20歳の方ですね、うん、もしくはあなたが今20歳の方、というのもあるかと思います。20ということですね。あとは20日後ということもあるでしょうし、これもね、メッセージとして受け取っていただければなと思います。あとはこの6ということも出ております。まあ6ですね、まあ、なので、6ヶ月後、まあ、半年後であったり、まあ6のつく月ということなので、6月にね、まあ、結ばれる、まあそれ以前に結ばれているとするならば、その6月にはもっと大きな進展ですね。先ほども、結婚婚約っていうのがありました通り、そういった大きなね、発展を、まあ、迎えるような時期になってくるのかなということもあるかと思います。あとはですね、まあ、6のつく日ということなので、まあ、直近の6日っていうこともあるでしょうし、まあ、6日後にね、何か例えばお相手の方からの連絡が来たりだとか、そういったこともあるかもしれません。この動画を見ていただいたタイミングでの6日後ですね。うん。まあ、あとはですね、あなたとお相手の方の年齢差を表していることもあって、6歳差、ね、上下、両方あると思うんですけれども、6歳差の方と結ばれるっていうこともあると思います。はい。最後は31というのも出ております。まあ31日後、まあ約1ヶ月後ということであったり、3月1日、ね、3月の頭にですね、恋が動くということであったり、31歳の方、あなた自身が31歳ということもあるでしょうし、3月1日生まれの方、というのもあると思います。まあ学籍番号とかもね、31番の方っていうのがね、学生さんだったらあるかもしれませんし、うん。あとは31日っていうのも、これは月によってね、ある月とない月ありますけれども、まあ月末にね、恋が動くっていうこともあるかと思います。はい。まあ31年、31年というか31歳の方っていうのもお伝えしたかと思いますが、それでもね、いろんな角度からメッセージ、数字というのはね、メッセージを伝えてくれていますので、参考にしていただけますと幸いです。おさらいしていきます。出たカードの数字は41、26、31という数字になります。まあ、この数字を受けて、あなたの中でピンと来たものもですね、これも重要なメッセージになりますので、それもね、受け取っていただけると幸いです。はい。ということで、ここまで見ていきましたが、最後、こちらについて見ていきます。はい。まあ、このカードですね、Quieting the Mind というカードで、まあ、気持ち、思考を落ち着けるというね、カードになっています。まあ、あなたの恋はですね、気持ちやマインドをですね、落ち着けていけばうまくいくっていうことを表すカードで、逆にね、自分の気持ちを抑えられなくなってしまったり、まあ、言えば、まあ、気持ちに任せてですね、暴走してしまうと、自らその可能性を潰してしまう。うまくいくはずのものを壊してしまうっていうことになりますので、あなたは心を静めて穏やかに過ごしていれば、まあ、今回で言いますとね、お相手の方が復活をね、従っていらっしゃるということがあるので、お相手の方からの動きがあって、それをあなたは迎え入れて、恋がまたこうスタートしていったり始まっていくっていうことになるのかなと思いますので、まあ穏やかにね、心穏やかにする過ごし方を意識して、日々ね、送られていくと良いのかなというふうに思います。はい、こちらがですね、選択肢のカードになります。はい、ということでリーディングは以上となるんですが、最後こちらについてお話ししていきます。今回は今までで一番恥ずかしかったことは何ですかということで、テーマ書かせていただいたんですが、まあそうですね、私の場合はですね、まあここでは言えないようなね、恥ずかしいこともたくさんあったんですけれども、うん、まあ言えるレベルで言うとですね、例えばまあ T シャツをね、裏返しのまま出かけてしまっていたりだとか、靴下がね、左右で違うものを履いていたりだとか、あとは下着をね、結構こう表裏間違えて履いて出かけるってことは結構あったりします。はい、なんかそういうね、結構ミスしちゃうところもあるんですけれども、まああとはですね、一番恥ずかしかったことっていうと、高校時代ですね、坊主にしていたんですけれども、自分でバリカンでやってたんですね。で、バリカンって
なんか3ミリとか6ミリとか、なんかこうキャップをね、こうつけて、それに沿わしてやると、その均一な長さになるんですけれども、それをひっくり返してやると、全部ゴリンガリンになっちゃうんですね。で、自分で基本的にはやってたんですけれども、後ろとか、あとは横ですね。その自分の目では見えないところの反り残しを、まあ最後ね、母親にやってもらってたんですけれども、母親がですね、家に帰ってくるとすごいお酒を飲んで、いつも泥酔していて、その母親に任せるしかなかったんですね。で、ある日やってもらった時に、いつもだったらば、まあ、キャップをつけた状態だったらブーンっていうね音が鳴るんですけれども、母親がやった瞬間にキーンってなってね、あれいつもと音違うぞということで、ちょっと待ってくれとなった時に、そこをね確認すると、明らかに五輪のね五輪狩りの長さになっていて、マジかと。で、選択肢としてはもう全部五輪狩りで行くか、その一部だけに留めるかっていう選択肢が迫られて、五輪狩りはちょっと嫌だなというところがあったので、もう耐えるしかないと、その一部だけにもう最小限に被害を食い止めて行くしかないっていうことだったんですが、もうその時点で日曜日の9時とかだったんですね。もう次の日からもう学校でどうするとなって、もうでもね、全部五輪狩りは無理なので、もう一週間ぐらいですね、髪が伸びてくるまでずっとね、その五輪狩りの部分をこう手でね、こう、なんかこう、頭をこう書いてるような感じでこう隠しながらですね、過ごさなくてはいけなかったっていうのがね、結構辛くも恥ずかしい体験だったんですけども、皆さんはね、今までで恥ずかしかったこと何かありますでしょうか？まあ、恥ずかしいことなのでね、なかなかコメントには書きにくいかもしれないですけれども、もし何かあったらですね、コメント欄に書いていただけると嬉しいです。はい。ということで、こちらですね、Quieting the Mind というカード、もしくは C をお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。はい。また、今回の動画は全体に向けたリーディングとなっています。なので、何か特定の方とのお悩みであったり、あとはね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて、現在個人鑑定を行っておりますので、興味のある方はこの動画下の概要欄ご覧いただけますと幸いです。はい、それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。